はい、皆さんこんばんは。山菜ハンター中井です。いやー、今日はもう12時50分ぐらいですか。令和元年10月1日ですね。10%、消費税率 10% になってしまいましたね。ということで、僕はなんと山にいます。大好きな山にいます。今日はですね、あのニセコ方面ね、ニセコ方面の山に入りに来ました。昨日はですね、昨日の夜からずっと、まあ日本海側は積丹方面、積丹古平余市方面ですね、山で結構バンジュってね、黄色いちょっと大きいバットですね、バンジュ3つぐらい取ったんですけど、それはちょっと、まあ、それはさておき、なんか今日ね、本当嫌な予感がするちょっと、まあ、探してみたいと思います。もうちょっとね、もう見つけたんですけど、じゃん、結構ね、あの極上のいい落葉キノコね、こんな感じです。見えてますか？腰筋サイズなんですね。あー、結構いいサイズ、ちっちゃいねサイズでね。この下にもあるかな、ずーっと来てここにもあるね。硬くて美味しいんですよね。ここにもある、これだね。かなりね、小指ぐらいのサイズばっかり、人差し指とか極上サイズですね。すごい、結構硬くて、本当、南蛮漬け、レシピとかで多分出てくるんですけど、南蛮漬けにするとすっごい美味しいです。あと、まあお味噌汁とかにはね、ちょっともったいないです。お味噌汁とかはちょっとね、パッと開いた状態のをね、使って出汁が出るんでね、こういうちょっとちっちゃいやつは、青南蛮とかそういうのもね、刻んで、まあ、そばつゆベースで漬け込めばすごい美味しいです、南蛮漬け。はい、ちょっとね、このようにね、袋に、これはね、ちょっと後で取りたいと思います。ちょっとこの辺歩いてみたいと思います。昨日とかこの辺は雨降ってないと思うんですよね。一昨日降ったと思うんですよね。多分一昨日は、まあ雨降って、昨日ですかね、おそらく。結構人が入って、結構ここ人気、この場所は結構人気の場所なんで、比較的車を置いてからそんなに歩かなくてもここまで来れる場所なんで、あとまあね、見つけやすいというか、なんていうかね、笹やぶがそんなにない場所なんで、ちょっと成長した落葉キノコをね、見つけたいと思います。でもね、そんなパーッと探しても出てない、さっきの腰筋サイズがね、いっぱい見つかったぐらいで、あ、1個ありますね、ここにね、1個、ちょっとね、色変色してますが、まだ軸がね、このように細いですね、軸が細い、ね、ああ、ここにも結構ありますね。これね、1個。ここにも、ありますね。
結構ありますね、やっぱり色違い。ちょっと撮ってみますか。多分腐葉土のね、栄養バランスによってこうね、色かなり違いますね。軸の太さも全然違いますね。はい、全然違う。そしてね、ニセコ地区なんですけど、今このように結構ね、今はそうでもないですけど、結構もう少ししたら多分ね、白ね、息が白くなるぐらい、要するに気温それだけね、温度がね、低いと思います。わー、出てますねこれ。多分これ僕、これ多分僕今日一人で、この周り結構知り尽くしてる場所、ここ多分これかの、普通に撮ってたらこれ多分大変なことになりますね。多分この極上の、多分予約今受注受けてるのが42件予約受けてるんで、300グラムから500グラムから1キロから5キロからね、ご注文皆さん待たせてもらって、も待たせてしまってますが、結構今日あたり配れると思います。結構ね、お店休んだ回ありますね。ちょっと気まぐれ休憩をしましたけども、ちょっとね、落葉キノコね、やっぱり今時期からスタートなんですね、きっと。そんな何やかんやでこんな感じで、まあ撮って、クマはね、いる場所にはいるんですけど、多分この辺は、まあ、僕の予想ですけどいないと思います。まあ一応山なんでね、まあ札幌でも出てるぐらいなんで油断はできないと思うんですけど、多分このニセコでもこの辺はね、ちょっと僕は多分出ないのかなと思います。結構僕、ニセコにトータル4年暮らしたことあるんで、まあなんとなくですけど、まあね、わかんないですけどね、まあ気をつけて撮りたいと思います。ですね、ほんと落葉キノコ、まあ今シーズンです、シーズンインしてますけど、極上のねキノコを取ってね、お店でも出したいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。それでですね、あと今週の今週の水曜日 FM ラジオですね、ミノワリポーターがですね、当店に来まして、生中継でラジオ配信しますんで、皆さん聞いていただけたら幸いです。結構ミノワリポーターにはですね、落葉キノコの極上サイズのすき焼きを出したいと思います。あとですね、もう一つ報告があるんですけども、10月10日に夜6時半過ぎぐらいかな、郷土記っていうねテレビの番組あるんですけど、その郷土記という番組にお店紹介で出演することになりました。結構皆さん見てる方は見てるかなと思います。郷土記の番組ですね。よろしければ、山菜ハンター南郷店出ますんで、よろしくお願いします。それでは今日もいっぱい撮りたいと思います。それではありがとうございます。 YouTube の方もこちらの動画配信しますんで、ご視聴よろしくお願いします。検索山菜ハンター中江でチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、いいですね、本当いいですね。